そんな感じでございました。はい、そろそろ歌がかかります。これはもう誰でもご存知のですね、冬になれば、最近ちょっと聞けないですけどね、いつもかかっていたというね、歌です。今日はちょっと振ってませんけども、はあ、アダムの歌で出たかな、雪がかな、あ、雪が降るやね、雪が降る、これを聞いていただきます。雪は降る、あなたは来ない、雪は降る、重い心に虚しい夢、白い涙、鳥は遊ぶ、夜は更ける、あなたは来ない、いくら呼んでも白い雪がただ降るばかり、雪は降る、すべては消えた、この悲しみ、この寂しさ、涙の夜、一人の夜。はい、アダムの歌います雪が降るという曲ですけども、これはですね、ちょうど僕が覚えてるのはですね、高校の、3年の時だったかな、その頃はですね、まあ、うちの学校が初めてかなじゃないかな、とにかくあのいわゆる機動隊がやってきましてですね、紛争解除というふうな事態になった時にですね、僕ら夜学校にいたんですけども、その雪が降ってきましたね。その時新聞記者は来るわね。その時の雪が一番冷たいとかったというか、すごい印象的な雪が降ってまして、またどういうわけか、その試験の頃によく雪が降った当時はね、まあそういったところでね、なんかそういう時でもですね、町からですね、この歌が流れてきたということで、最近ちょっと聞かなくなってるような気がしますけども、どうでしょうか。けど僕もこれは聞いたことありますよね。僕もあります。私もあります。そういうことで、よくもう毎年のようにかかってましたんでね、まあその当時ね、よく聞いてた。その時、そのルーシーさんの時の、はい、雪ってなかなか泣かせる雪ですね。そうですね、面白い、ね、いやいやいや、もう思い出いっぱい、ね、新春特別企画、ミニ FM4 曲によります、思い出いっぱいの、ね、思い出の、え、いやいや、そんなことないですよ、もう私の好きなこの曲ということで、そうですね、まだ続く、まだまだ、まだまだ続く、そう、まだちょっと早いですね、今のところ4曲でしょ、ね、まだまだいきます。4巡したところですからね、まだ4巡かと言われそうですけど、ですよ。次は僕ですね、大変影響を受けたグループです、はあ、ね、でこのグループは、僕当然僕のみならず世界的にかなり、風を吹き散らした、ウイルスを吹き散らしたグループでして、まあ、僕のところの曲を、ね、聞いてたら結構ちょくちょくかかってるグループなんですが、なんと YMO YMO です芋芋木、これをかけてしまいます。 YMO って知ってるとか言ってね、芋とか言うギャグありましたけどね。ありましたね。いや、そんなことないですよ、素晴らしいですよ、各メンバーともね。曲をかけるか、これはずっと悩みましてね、もう昨日の晩決まってから、今日これでいいのか、するまでに点々とした、もう
円形ハゲが3つと異界用が3回ぐらいになりましたね。あらまでもどうしようもないという感じで、あら、ね、あの有名な曲、むちゃむちゃ有名な曲もあるわけですが、はい、ここではね、一つ渋めの曲を選んでみます。さすが、さすがおじいさん。あ、おじいさんだ、ごめん。ちょっと違った、ね、ちょっと渋めてしまった。これはまあ、YMO を知ってる方なら、もちろん有名な代表曲とも言えますが、はあ、まあ、ご存じない方には、こういう曲もあったのという感じ、まあ、こういう曲っていうほど珍しい曲ではないんですが、行ってみたいと思います。 YMO で Q。 曲はね、ちょうど、その頃から
今で言うところのサンプラーとか、いわゆるデジタルの楽器とかその技術ができ始めた頃で、外国でね、なんかそういうすごい機械ができたらしいとかいう、なんか音を録音してそれに音階をつけて弾くことができるげなとか言って、おーすげーすげーとか言って喜んでたんですが、当時でいうところの、フェアライト CMI とか、PPG とかね、そういう風なあのデジタルの最新の楽器を日本で、こんだけ堂々、そうか、そうですね、堂々とこんだけ使ったのは YMO が初めてで、でまあ、全体的に見てもその PPG なんかいうあたりのサンプラーは日本に3台ぐらいしかなくて、1台が細野さんで、1台がフジテレビで、1台があの富田さんのところっていう感じで、そんな感じの楽器とかをフルに使った楽器でね、今でこそ平然と使われてますけどね、いろんなところで、うちにもあるし。けどこの頃は本当にもう何百万とか、そうです ね、あのフェアライトに関しては1000万いきましたしね、はあ、基本システムだけで1000万という感じで、到底なかなか買えるもんじゃないという感じであったんですが、それをもう縦横無尽に駆使して、でこの頃からかな、今これもそうなんだけど、今でこそみんな平然とやってるあのゲートエコーという手法をね、はいはい、考え出したのがこの YMO と 松竹秀樹の組み合わせで、もういろいろと新境地を開拓したっていう感じでね、はい、画期的だったわけですね。そうですね、もう本当に画期的なことをいろいろとかつ平然とやってくれるグループで、うん、なかなか思い出深いやった、ね、グループです。なるほど。私の YMO を言うたらね、それまでの音楽というか、いわゆるロックのアーティストというのはね、はい、まあ、ロックに限らず音楽のね、ポピュラーのアーティストと言ったらね、いわゆるスポーツ選手でね、やったら足鍛えるとかね、ドラムのこう腕ね、いわゆるロックは汗やっていうやつですね。そうそうそう、そのイメージやったんですよ、大体音楽やる人は、いわゆる体力なかったらできないと。そうですね、ギター踏み去ってこう汗飛び散らして、まあ、持って歌うね、指血吹きながら、そんなイメージがあったんですけど、この頃ですね、YM が出た頃にロックは頭やでと変わりましたん ね。特にあの松竹秀樹さんなんていうのはどんな頭を構造してるのかなと思うような、うん、裏でごそごそね、線引っ張ったり、なんかプログラミングでね、なんかコンピューターのキーボードカタ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 やって、なんかそういう風なねイメージがコロッと変わりましたね。まあ、最もその時でもあの高橋幸宏ですか、はい、一生懸命頭からヘッドセットつけて汗かいてましたけどね。まあ、まあそれでもあの基本的なリズムは機械でしたからね。そう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 、おかずだけトコトコと、おかずだけですからね、あそこら辺のなんていうかな、あのそれもあの 100% 機械に頼るっていうことはしないんですよね。だからあの分業っていう考え方を考えあのいつも持ってるっていう感じで、でそれとやっぱりその頃すごかったのはあの周りのアーティストね、例えばギタリスト渡辺和美とかね、そうですね、プラスキーボードがあのおばちゃん矢野アッコ、そうそうそうアッコちゃん、ああいうねスーパー何言うの、ね、サイドマンというか、バンバンついてね海外回ったりしてましたからね。そうですね、確かにすごい、すごい。だからそのそういう頭の部分とプラスねギタリストをつけたりとか、そうなんかやってすごかったですよね。 100% 機械でやってしまうとなんか面白くなかったりする。そう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 、けどっていう感じで、けどということで、ね、100% やるとあの北野とかね、なんかあのね富田勲とかね、そうになってしまうんですけど、そこちょっと違ったという、あの富田さんにしてもね、北野にしても、はい、あの北野さんっていうのはなんかやっぱりね、はい、いかに人間らしくするかっていうところで、そうでしょうね、一番苦労してはるみたいだから、その細かい最終的にやっぱりそういうところがいるんですよね。あの今のコンピューターミュージックでもそうでしょ、はい、あのふわりしていくときに16でピタッと収まらないようにちょこっとこうずらすとかね。そうです、あの機械、完全に機械でやってしまうとちょっと走ってるように聞こえるんですよ、あれ。 ね、その辺をちょっとこうね、その辺が人間が弾くのと機械が弾くのと違いでね、あまりにも機械でやるとあまりにも機械的すぎてしまうというふうなの兼ね合いというか、まあ、その辺で画期的なグループやったんですね、あれね。そういうわけです。そういうわけで、YMO。納得納得。
YMO 動画が長い長いこのこういうのになるんだいやまあいいじゃないですか。11時を回ってしまった。あということで一発どうぞ。一発ちょっとやかましいのが入れてみたいと思いますね。やった。ちょっとこれをかけてみて、なんかちょっとスパイスというか区切りというか引き締めというか、はいですね。87.0MHz ドンキミュージックステーション OCCFM84.4MHz パーソナルミュージックステーション FM ルーシー FM スバルでございます。77.8MHz 一番下の方になってしまいましたけども STB 風でございます、ね、もうほんまに独断偏見趣味ルーシーさんおとそ飲みすぎ今日は嬉しい、何が何でも正月ということで、ね、行きましょう。それでは10代のスバルさんです。どうぞ。何も言わんとさっき聞いてもらおうかなとか思ってるんですね、僕 の, テレビ番組としてですね好きやったというやつです。太陽にほえろのメインテーマでした。はい、はい、松田優作も出ていた。そう、Gパンという役です ね, ね。なんだこりゃと言って死んでしまったというねおーやー覚えてますよ、あのシーンは。へえ、死に役が多かったというのは ね, いや、次は次はですね、ルネさんのとこ行くんですね。20代前半代表。20代前半でいきますけども、僕はどうなるんだろう。あなた20代後半じゃなかったかなちょっと私プラス3歳、4歳、5歳、6歳、7歳、8歳、9歳、10歳ということで、要するに今日はですね、10代1人、20代2人、ね、30代のおっさん1人と、まあ結構うまいこと、バランスの取れた。その割にはですね、10代の人がかける曲が古い強烈あ、そういう、いや、別に批判するわけじゃないですよ。そうそう、全般的な、ね、感想ですけど、ね、まあ好きな曲ですからね。そう、あくまで別に構いませんよ、ね、別に訳のかけると言うてる意味じゃなくて、あ、好きなのかけるんですから。そう言われてしまったいやいや、ほまほま最近のってあんまりわからないから。いや、いいですよそれ、時の好きな曲をかけるということですから。じゃあ新しめの曲に1曲、はい、いきましょうか、はい、ということで、まあ1月といえば、一応当局 STB だ受験生万歳企画をそろそろ企画しなきゃならない頃になってまして、なんと、ね、まあ、一応受験生応援企画ということで、はい、いつも、毎年、去年と今年はこの曲ということでかけたいと思います。高橋智也、受験生ブルース。違う、まあ、ごめんなさいね。トンネルズじゃないですけどね、はい、まあもうこの曲そのものですから聴いていただきたいと思います。お送りする曲は酒井紀子、頑張れです。Thank you.
ということでした。奥さんの曲は頑張れですね。頑張れ。ノリピーですか。ノリピーですね。ノリピーと言われるのはこの方なんですか。受験生頑張れね。頑張ってください。頑張ってください。あまりこんなの聞いてないで。でも今日はお正月だから。今日はお正月ですからね。もうほんまに何が何でもお正月。お正月です。ね、じゃあもう全部かけてしまったら、ね、もう来週からは何もかける本がなくなるんではないかと。それはまずい。そんなことないですよ。ネタはいっぱいあるんだと昔よく言ってましたけどね。ここでですね、またね、またまた何言うかな。僕は楽器いろいろ好きなの好きですけどもね。その昔、いわゆる吹奏楽部ですね。ブラスバンドというやつですね。はあ、に入ってましてですね。で、吹奏楽とは主に、まあ、行進曲が多いでしょ。そうですね。で、行進曲いっぱい名曲があるんですね。もう誰でも知ってるような曲いっぱいあるんですけどね、はい、その行進曲の中でももう名作というか、一番好きな曲を一発ね、ここでド派手にガンガンと眠気覚ましにかけてみようかなって。え？行進曲って大体元気ですやん。ね、更新曲ですからね。ね、なるほど。まあね。ね、確かちょっとここに何も書いてないんだけど、大家という人が作ったですね。多分この人一発屋です。例えばスーザー言ったらね、嫌ほどあるんですよ。ありますね。もうそれこそ何百曲あるんですけどね。大家作曲の更新曲ってこの曲しかありません。知らない。で、有名です。で、何が好きかと言いますとですね、この曲はいわゆるメロディーに対比する対旋律ね、オブリガート言いますけども、それが美しいね、旧友という曲ですけどもね、友達をこう思い出すようなね、そういうほんまにね、メロディーが流れてくるんですね。なるほど。で、まあその部分が特に好きで、まあ曲全体もいいですけどね。有名なやつですね。有名です。旧友という曲ですけどね、はい、その曲のアルファベット2文字ではありません。そうです、古い友達という意味ですね。なんじゃそれ。おや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 。そうなるほど。その曲をね、ガンガンとここでガンガンと、ね、いやパチンコじゃないですよ。今から行こうってそういうわけじゃないの。おお、これですね。はい、we'll be right back.
はい、お聴きいただいてます、給油という、ね、曲です、まあ、演奏者は誰でもいいですけど、マーチお聴きいただきました正月だこのまま使ってしまうで、お正月ですやっぱり聞き覚えありますね、僕はポップス、あの更新曲関係は大好きなんでね、あ、そうですか、はい、じゃあいつも更新してるとかそんな怖い人間ちゃいますけどね怖いこれね、更新曲の中でもやや遅い目なんですね。そうですね、遅いですね、あ、僕の持ってるのは早いです、うん、だいたい120、はい、1分間に120拍、1、2、3、4でしょ、これ110なんですね。あ、指揮者によっても少し変わりますけどね。そうですね、うん、公共曲というのはそういうね、楽しさがなく、指揮者によってね、いろいろ違う感じになる、ね、そうですね、そういう風な感じね、ここら辺で、飛ばしていきますか、飛ばして、続いて、はい、飛ばしていきましょう、 OCCFM 次はね、はい、よその曲では絶対かかりません。あら、やった、これだけでもう分かってしまう言い切る、もういいでしょ、絶対かからない、もう、ね、ここら辺で、はい、もう行ってしまいたいと思いますが、ね、はい、あの比較的短い曲なんで2曲続けてかけさせてもらえますか。はいはい、よろしいです、ですよ、どうぞもうこの曲です、森美幸さんのね、はい、優しさをくださいからいきます。And next one is our newest song for the 90s, for the new decade. Chichin Pui Pui じゃこの野郎。もう一度
勝手に変身してほしいところですが、この曲というか前にかけた、優しさをくださいという曲は実は、いわくつきの曲でして、この曲、さっきの曲はね、森美幸さんのファンの人のお母さんが作った曲なんですね。で、その森美幸さんの、がファンだったというその子供がですね、ある時、心臓病にかかってしまって、で、この手術をしたけど、残念でしたと、翌日亡くなってしまったというお子さんの、まあ、悲しさを紛らわすためにという感じで作られた曲で、その話に感動したという、森美幸さんと、小坂明子さんがですね、アレンジとか仕上げまして、去年の3月の21日かな、僕が開局する前日に発売になったシングルカセットテープです。消費税導入で30円ぐらい安くなったデジのものです、やりましたね。そういう戦いがあったんですか。そうなんですよ、はあ、長い道のりですね、うん、でも頭のチャーチャーっていうのは印象的で、うん、すぐわかる。毎日聴いてしまってる。これかけるから今日は最初この曲かけなかったんですよ。なるほど。電波出し始めの時。なるほど。これインターバルシグナルとして使ってるから毎日、ね、何回かかけてるんですけど今日は使わなかったんですよ。そういう裏があったのかとか、原画細かい、あ、誰も言ってくれないから自分で言うから、そういう曲でした。このチチンプイプイっていうのはね、去年の5月頃に、はい、4月5月か、みんなの歌で使われてた曲で、まあ、みんなの歌っていう番組ではいわゆる遊び歌っていうのが今までなかったんですよね。例えばげんこつ山のたぬきさんとかいう感じで、しぐさとかで遊びながら歌う歌っていうのが今までなくて、でそれを初めてやってみようということで森美幸さんが作った曲なんですけどね、リズムがラテンとかで僕は好きなんですよ。ラテンね。その遊び歌の遊びの方はなかなか全国で普及してないという事実があるんですが、それはいいやという感じで。僕はこのチチンプイプイやつ知ってます。なんと。あら、あら。なんと。なんか手をね、なんかぐるぐるやって。そうそうそう。ましたね。そうそうそう。あんな流行ってんのかなとか思いつつ見てたんですけど。なんと。知ってる人がいた。これはすごい。すごいな。いや、ところが実は流行ってないと。そのようですね。まあ僕には関係ないことですおや冷めた目とか言ってね、そういうわけで、そういうわけでお送りいたしました、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます、